まあかっこいいマグカップっすよねこれね。はい、チュンブビートナイトです。この際もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。元気ハツラツモーリスグリーンビートナイトです。あのこのシリーズ今回で終わります。はいはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。この度もご視聴ありがとうございます。はい、前回の動画なんですけども、人生をね劇的に変えてくれた運動についてねお話をさせていただきました。まあ実際に僕が運動、特にジョギングをすることによって、まあ心身ともにですね健康になったっていうねお話をさせていただいて、ここ数ヶ月運動を始めてから、このアイテムやっぱり良かったなとか、あこれ買って良かったなとか、いやこれちょっとどうなのかなっていうものもねあるので、そちらをね今回紹介していきたいと思います。ぜひね最後までお付き合い願えればと思います。それでは紹介していきます。はい、まず1点目なんですけども、これ僕はね自分の人生において欠かせないアイテムになりました。こちらでございます。プシッ、今つけておりますね、アップルウォッチでございます。はい、これまあもちろん日常生活普段からもねずっと使ってたんですけども、改めて運動することにもよってですね、これやっぱめっちゃいいなと思いまして、今回ねこちらを選びました。実はねもうこれ4年ぐらい使っているもので、Apple Watch シリーズ4なんですね。なので結構古いモデルなんですけども、まだまだ現役でバシバシ使っております。まあ新しい Apple Watch出てますし変えてもいいんですが、まあぶっちゃけねそこまでね機能がね変わってない気がするんですね。まあこれでね十分満足してますし、僕がねやっぱり一番気になってるっていうのが連続使用時間っていうのが、まあ古いモデルも新しいモデルも実はね18時間と変わっていないんですよ。まあなのでこれでいいかなと思ってますね。ただね今年出るシリーズ8っていうのが、まあ連続使用可能時間っていうのが伸びるのではって言われているので、もしね伸びるようだったらね購入しようと思います。まああの古いモデルと変わってないとはいえ、あの新しいモデルはあの充電するスピードが速くなったりとか、あとね他の機能が使えるようになってたりするので、まあバッテリーの向上はしてるんですけども、まあ、連続使用時間っていうのがね変わってないんで、まあ僕はとりあえずこれで十分かなと思いますし、あの今から購入される方でもですね、別にあの新しいモデルじゃなくても古いモデルでも僕はいいんじゃないかなと思います。僕は最近やっぱりよく使う機能っていうのはこちらなんですけども、やっぱりワークアウト機能、走る時にはね必ず使っていて、心拍数、距離、まあ、ペースであったり消費カロリーなんかをね測ってくれますし、まあ、毎日記録をつけるのでモチベーションにもつながっております。僕4年前にアップルウォッチのことよく分からず購入して、あのセルラーモデルっていうものを購入したんですよ。それって何かって言ったら、通信キャリアと契約することによって、まあ、iPhone がなくても連絡をねやり取りできるっていうことなんですけども、結局ね一度も使わなかったですね。 GPS モデルで僕はいいと思います。まあこのアップルウォッチには内蔵ストレージっていうのがあるので、まあこの中にですね、まあ好きな音楽とかをね入れることができるんですね。まあ走るときはもう iPhone を持たずに走ることができるのでめちゃめちゃ便利です。あとね iPhone がなくてもウォレット機能が使えるので、まあ走ってるときに買い物がしたいとか、まあ水が買いたいなとか、まあ帰りに何か買い物してきたいなっていうところだったら、クイックペイが使える場所とかだったらこれで買い物して帰ってこれるんでめちゃめちゃ便利です。まあ、電車に乗るときもこのアップルウォッチであの改札通りますし、あとね僕がね一番よく使う機能っていうのがやっぱりね iPhone を探すなんですよ。僕どうしてもねどっかにこう iPhone ポって置いてしまって、どこに iPhone 置いたかなって忘れがちなんですけども、まあ、音を鳴らしてあげて iPhone を探すこともできますし、たまにねどっかの隙間に入り込んじゃってどこにあるのかわからないっていう時もあるじゃないですか。その時はねこのボタンを長押ししてあげると iPhone が光るので、あのねすごくね見つけやすいですね。これもねめっちゃよく使います。他にはやっぱりいろんなアプリと連携もできますし、まあもう僕はこれは本当手放せないアイテムになりましたね。あとよく使うのが iPhone と連携してこうこれで写真を撮ってあげたりとか、 iPhone に映ってる画面っていうのが Apple Watch にも映るので、これもねかなり便利ですね。はい、そのわけで人生を変えてくれたアイテム2つ目なんですけども、ワイヤレスイヤホンでございます。まあもう皆さんね結構お持ちの方も多いと思うんですけれど、やっぱりねワイヤレスイヤホンめちゃめちゃ便利です。僕がね今メイン使ってるのがこちらなんですね。はい、ビーツのワイヤレスイヤホンでございます。あのもともと僕このはい AirPods Pro をね使ってたんですよ。まあノイズキャンセル機能があったりとか、まあデザインもシンプルで、まあ音質も性能も良くてね、あの気に入ってたんですけども、やっぱりねあのこれはね、まあ、僕の耳の形のだと思うんですけども、これをつけてジョギングをするとやっぱりねなんか落ちちゃうんですよね。僕今まで数回落としたことがあって、まあ僕の耳には合ってないんだろうなと思って、あのこのビーツをね今使ってるんですけど、まあこれに変えてからですね、その落とすってこともなかったですね。やっぱりこの耳へのフィット感とか、やっぱここにこういった
これがついてるんですけど、まあ耳の中にこう引っ掛けるものがあるんですけど、こういう形ですかね。はい。まあ、このおかげで、まあ、これで落ちるってことはないですね。まあ、これにもですね、ノイズキャンセル機能がついてたりとか、僕走るときはね、ノイズキャンセルはね、しないんですけど、やっぱり危ないんで、めちゃめちゃ。外部の音が入ってこないって、もう走ってるときってめちゃめちゃ危ないんで、まあ、基本的には、外部の音が入るようにしています。やっぱりね、フィット感もあるし、走ってるときも落ちませんし、まあ、デザインもね、僕非常に気に入っておりますね。はい。まあ、あとね、ノイズキャンセル機能って走るときは使わないんですけども、やっぱりこう移動中、電車であったり飛行機の中では使うんで、やっぱり何かに集中したいときっていうのはね、とっても便利だなと思います。はい。基本的にジョギングするときってもう Apple Watch とこのワイヤレスイヤホンのみで走るんですよ。これでなんかやっぱり iPhone とか持ってたりすると、それだけでね、ちょっとストレスを感じてしまうので、何かをするときって、やっぱり物が少ないとストレスが減るので、まあ、継続にもね、つながるんじゃないかなって僕は思ってますね。まあ、ただね、C って言うなら AirPods もそうですし、この Beats もそうなんですけども、まあ、従来のこの何て言うんですかね、ここにシリコンが入っているで耳の中にこう入って使うってものなんですよ。まあ従来の今まであるようなものなんですけども、やっぱりこれを使って走ってるんで、やっぱり走ってると少なからず汗かくじゃないですか。なのでやっぱり衛生面で考えると、まあ、ちょっとねどうなのかなって思う時もあるんですね。で最近ね送ってもらってちょっとご提供いただいてたんですが、耳の中に入れないこのワイヤレスイヤホンっていうのも出てて、これねまだちゃんと使ってないんで、これからもしねこれ使ってよかったら買ってよかったものでもね紹介したいと思います。まあ、これだったら耳の中にシリコンも入らないし、まあ、衛生面で考えてもねいいのかなと思います。僕が今紹介したワイヤレスイヤホン以外にももう世の中にめちゃめちゃ出てるんで、そんなに高いものじゃなくても比較的性能がいいものってあるんですね。なのでご自身に合うものをね探してみてください。使う用途にもよるんですけども、やっぱり運動するんだったら外れにくいものがいいと思いますし、集中して使いたいなっていう時はノイズキャンセル機能があるものをね選んだ方がいいと思います。はい、続きましてこちらでございます。ランニングシューズでございます。まあこれはねおすすめというか今僕が使っているランニングシューズでございます。まあただねこれのおかげで運動を続けれるようになりましたし、非常に僕にとっては重要なアイテムなんですね。ちなみにこの子一度ね下駄箱でしばらく眠ってる時期があったんですけども、今はね毎日使ってあげております。これグライドライドって読むのかグリッドライドって読むのかちょっとわかんないんですけども、まあおそらくアシックスのグリッドライドだと思います。僕今までランニングシューズって何足か購入したことがあるんですけども、それこそやっぱりデザインに優れてるナイキであったりアディダス、ニューバランスとかね買ってたんですけど、僕のね足にはねちょっと合わなくて、足の甲がね痛くなってきたりしたので、僕には合ってなかったんですけども、このアシックスに関してはやっぱり合いますね。はい。で僕実はですねこのインソール中のこの中敷きですねがあるんですけども、これを僕の足に合ったものをね作っていただいております。以前ねこの動画をアップしてるんですけども、まあ、僕の住んでる名古屋にございますフットマインドさんで作っていただいた中敷きでございます。自分の足にねこうフィットする中敷きなので、まあ足にフィットするので疲れにくくもなります。ランニングシューズってもう世の中にめっちゃあるんで、どれがいいのかって、まあ正直僕まだ4ヶ月とかしかやってないんでおすすめって難しいんですけども、このシューズはね僕すごく気に入ってるんですね。まずはね底が厚いんで衝撃をねやっぱり十分吸収してくれるので、僕はその走ったりすると結構膝とかに来ちゃったりとかすねに来てたりしてたんですけど、まあそういったことも少なくて、あとはねやっぱりデザインと色ですよね。特に色、この蛍光色をね選んでよかったなと思います。以前の動画で質問もあったんですけども、内藤さんで走る時間帯っていつですかみたいな。僕は実は朝とか夜とかじゃなくて夕方に走ってるんですよ。今の時期だとちょっと日が落ちて涼しくなってきたぐらいに走ってます。夕方に走る理由っていろいろあるんですけども、こう一日仕事して、まあ、脳をねバッて使うんで、脳をリフレッシュさせるためにもやっぱり夕方に僕は走ってますね。まあ、夕方走るとどうしても帰ってくる頃にはやっぱり周りが薄暗くなったりするんですよ。この時期やっぱり、ね、道路を走ってるんで、まあ、安全面を考えても目立つ靴であったり格好はしないといけないなと思っています。体のためであったり健康のために走っているのに、やっぱり事故にあって怪我をしてしまったら本末転倒ですし、僕自身も運転をする身なので、やっぱり薄暗い時に運転するって見にくくて怖いんですよ。まあ、なので走るときはね少しでも目立つ格好をねしています。なのでこの蛍光色の靴っていうのはねやっぱり光りますし目立つんでね、これはねこの色にしてよかったなと思います。
ここで、ね、前回の動画にも質問があったんですけど、内藤さんどんな格好で走ってますかっていうねリクエストもあったので、まあ、軽くね紹介していきたいと思います。まあ走る格好って別に僕何でもいいと思うんですよ。僕はねこの Amazon で購入したこのランニングパンツ、なんかモスグリーンの色がすごく素敵でいいなと思って買いました。あのまあこういったランニングパンツで、まあ本当に普通のものですよ。ポケットがついてて、あの後ろにはですねこういったあのファスナーがついているっていう、もう本当に簡単な簡易的なパンツでございます。あの上の服前Amazon とかでも買ったし、あのちょっとこれ黒なんで、あの夜は使わないんですけど、まあ、日中走ったりする時ある時は使ったりするやつなんですけど、これ確かに無印だったかな。まあ このまあ、こういったランニングウェアもあのまあ一応買ったんですけど、あのね確かに汗も吸うし速乾性もあるんですけど、まあ、ポリエステルって僕あんまりね肌に合わなくて、今走る時は基本的にこういった、はい、あのもうコットン、もう本当にただの T シャツで走ってますね。まあ、これにこの緑のパンツに、あとは走るときはねキャップを結構かぶってたりするんですけど、これはねあのマウンテンハードウェアってところで買ったあのキャップですね。つばも短くて汗も吸ってくれるんで、これをね使ってます。はい、あとは、まあ、夏の時期はねほとんど着ないんですけども、この、まあ、以前にも買ってよかったもので紹介したモンベルのウルトラライトウィンドブレーカーだったっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあ、小雨であったり寒い時に使ってますね。はい、あのもうめちゃめちゃ軽量で、あのちょっと小寒い時でもですね風から身を守ってくれたりとか、あと中に熱がこもらないような構造になっているので、まあ、小雨の時であったりちょっと風がある時とかはこれを使ってます。はい、走る格好ってまあ何でもいいと言いつつ、やっぱりこう自分のテンションを上げたりとかやる気を出したりする時って、まあ、こういった格好から入るっていうのもね僕は大事なんじゃないかなって思います。はい、これまで紹介してきたっていうのが、まあ、ランニングで使っているアイテムだったんですけども、これ以降はですね、まあ、ちょっとランニングではないんですけども、今僕が使っていてとってもまあ体にもねいいなと思うものをね紹介していきたいと思います。まずはですねスタンディングデスクでございます。去年の年末に購入したフレックススポットの E7 というですねスタンディングデスクでございます。去年の年末に購入はしたんですけども、あまりねこのスタンディングで作業ってしてなかったんですよ。まあ、ジョギングを始めてから今はですね立ち作業にね切り替えてるんです。まあ、どうしてもね座っているとお尻であったり太ももの裏っていうのはずっと圧迫されてるんで血流がね悪くなるんですよね。やっぱりお尻前の筋肉が固まってしまったりとか、やっぱり腰にとってはねあまり良くなかったんですね。まあ、そこから僕立ち仕事に切り替えるようになってからお尻前の筋肉っていうのも固まりにくくなりましたし、ジョギングをしたり立ち仕事に切り替えたことによって、やっぱり僕が抱えてた腰痛の悩み、まあ、梨状筋症候群だったと思うんですけども、それっていうのはねだいぶ緩和されましたね。あと立ち仕事をすることによってあの集中力がね増したと思います。まあ、今ではね、まあ、大体1時間ぐらい作業して、まあ、5分から10分、まあ、座って休憩するっていうね作業にね切り替えました。まあ、立って仕事するのが本当にいいのかどうかっていうのは僕はちょっと学者じゃないんでわからないんですけども、僕はすごくね合ってますね。はい、これ、ね、今使ってる天板っていうのは、まあ、フレックススポットの純正の天板なんですけども、あの、ね、僕がねずっと気になってたプレダックツっていうところのこのフレックス用の天板がもう発売されて僕予約してるんですけど、9月のね半ばぐらいに届くんですよ。めっちゃ楽しみなんですね。まあ、それでね作業効率も上がるんじゃないかなと思ってます。続きましてこちらでございます。自分に合った枕でございますね。まあ、あの以前ジョギングをしてあの睡眠の質が上がったっていうねお話をしたと思うんですけども、まあ、人間にとって睡眠がどれほど大事なのか僕ねあんまりそこを考えてなかったんですよ。僕は今まで質のいい睡眠を取れてなかったし、まあ、寝てもね全然ね疲れが取れてなかったんです。とある本にもう質のいい睡眠を十分取れていたら、まあ、大概の、まあ、病気であったりメンタルのことってね解決するともね書かれているぐらい、まあ、睡眠ってすごく大事なんですね。まあそこで僕はね睡眠の環境をね整えようと思ったんです。でまあ、 あの自分に合う枕を探すってなかなかね大変だと思うんですけども、まあ、どこの枕がいいのかって正直ね僕にはわからないんですけども、まあ、僕はね自分で調べて自分枕っていうところがですね、まあ、結構イオンとかに入ってたりするんですけども、そこを見つけてそこで購入しました。まあ、そこでまあ多分独自の測定方法だと思うんですけども、まあ、首のどういう風に首がこう曲がっているのかとかもねあの調べてもらって、まあ、自分に合った
枕をですねオーダーで作ってもらうんですね、まあ、高さであったり、まあ、枕の素材っていうのはオーダーで作ってもらうことができます。決してね安い買い物ではないんですけども、やっぱり人生あの睡眠って3分の1ぐらい占めてるんで、まあ投資する価値はあるかなと思ってねあの購入しました。で効果はどうなのかっていう話じゃないですか。これはね正直言って僕にはわからないです。あのなぜかって言ったら、もう僕この枕を購入した時点でジョギングって始めてたんですよ。なのであの睡眠の質はねすでにね変わってたんですね。だから枕を変えたから睡眠の質が上がったのか、もう枕を変えなくても睡眠の質って上がってたのかっていうのがちょっと分かんないんですよ。ただね思い込みかもしれないんですけども、睡眠の質はね上がってると思います。やっぱり高さであったり、これ肩までこう続いているものなので、やっぱり安心感フィット感もあるんで、まあ、ぐっすり眠れてるんだろうなとは思います。あとねこの枕の調節っていうのは、まあ、何度もですね無料であの調節してくれるんですね、まあ、なので購入して家に帰って、まあちょっとね合わないなってなったら持って行ったらまた調節してくれるんですよ。そういったアフターフォローもいいなと思って購入しました。ただねちょっとここから批判させてください。すいません、僕はあんまネガティブなこと言わないんですけど、やっぱりちょっとこれは言っときたいなっていうことがあるんで言わせてください。まあその店舗がそうだったのか、もうここの自分枕のシステムがそうなのか分かんないんですけど、まあ、枕を購入しに行ってこうオーダーでじゃあこうしましょうっていう形で作ってもらって、大体20分ぐらいでできますっていう形で、あじゃあ分かりました、じゃあ20分後にまた来ます、であの出来上がったんで一回調節しますねって言って、一回寝てくださいって言って、まああのマットレスがあってマットレスのところ横になって、調節してもらった枕でこうやって寝てて、どうだろうな15分ぐらい寝てたのかな。で、あ結構眠りもいいなみたいな感じでやってたんですよ。そしたらすごい自然な感じでその横になってたマットレスの営業を始めたんですよ。僕ね最初よく分かんなくて、なんか勝手になんか足をどうのこうのされたりとか、えこれ何なんだろうなと思って、まあ、この枕の調節があるから、まあ、時間をこう潰すために、まあ、マットレスの紹介してるのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくてどうだろう20分とか30分とかマットレスの紹介で最終的に値段この値段ですみたいな形で言われて、えちょっと待ってくださいと、えこの20分とかは何の時間だったんですかって聞いたんですよ。いやまあマットレスの紹介でって、待ってくれと、待ってくれ一言あるやろと。いやいいんよ、全然いいよ。僕がマットレスが興味があって、すいません、ちょっと20分ぐらいなんですけど、このマットレスの紹介させてもらっていいですかと。まあ、もし興味なかったら断るじゃないですか。僕ね、やっぱりこう、朝最近早起きをするようになって、やっぱり時間ってすごく大事だなって思うようになってたタイミングなんです。まあ、そのタイミングで、まあ、20分、まあ、約30分ですよ。マットレスの紹介されて、いや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 と。一言言おうよ。あれはね、ちょっとなんだろうな、僕多分その枕自体とかそのシステム、何度も行っても調節してもらえるとか、そういったアフターフォローとかすごくいいと思うんですけど、そういったことをされると、まあ、せっかくねこの枕いいんだろうなと思っててもすごくね不信感をね覚えちゃったんですよね。まあわかりますよ。枕入り口で、まあ、寝具を販売するビジネスモデルってきっとあると思うんですけども、なんかね、あんまりそういうやり方は僕は好きじゃなかったですね。まあその店舗のそのスタッフさんがそういったね、販売方法してただけかもしれないんですけども、まあちょっとねっていうことはありました。はい。僕はあんまりね、批判とか言わない方なんですけど、ちょっとこれはね、納得いかなかったんですいません、言わせてください。はい。というわけで枕については、まあ、どこの枕がいいのかって僕には正直わからないんですけども、まあ、とはいえですね、自分に合った枕って睡眠の質をね向上させると思うので、まあ自己投資だと思ってですね、いろいろね探してみるのはいいと思います。あとねここからはね、まあ、趣味の領域になってきて、僕もまだまだ今調べ途中なので、興味ある方はね聞いてください。まずはこちらなんですけども、今ね僕はプロテインをね摂取しております。まあ、本予約チャンネルからの知識なんですけども、やっぱり人間で一番大事なものってタンパク質らしいんですよ。今はね普通の食生活だけだとなかなかねタンパク質を摂るのって難しいらしくて、世の中の人ほとんどがですねタンパク質不足らしいんですね。まあ、なので僕は意識的に今はタンパク質を摂取しております。プロテインの効果とか実は体にあんまり良くないんじゃないかとかもね言われてるんですけど、調べてみたらね意外とそうじゃなかったんで、僕はプロテインでタンパク質を補ってますね。まあ、プロテインの中でも僕は
やっぱり体に入れるものなので、なるべくね良質なものをね取ろうと思って、こちらをね今使っております。まあ、僕はね特にベジタリアンでもビーガンでもないんで、まあ、動物性のホエープロテインっていうものをですね摂取してますね。プロテインに関してはたくさんね種類もあるし、まあ価格もですね本当にまちまちなんですね。まあ、自分に合った方法でですねタンパク質を摂取した方がいいと思います。もちろんプロテインじゃなくても摂取しようと思ったらできるんですけど、やっぱりね大変なんですよね、タンパク質だけを摂取しようと思うと。まあ、あとはねサプリですよね。なんかサプリってどうなのっていう話もあると思うんですよ。僕もね最初そうでした。そんなもので補うんだったら食生活でなんとかなるでしょうと思ってたんですけど、これはねまだごめんなさい確定的ではないんで何とも言えないですけど、僕今実験的でやってるだけですよ。どうやらその今現代の食べ物、まあ、世の中にある食べ物とか、まあ、野菜とかだけでは、まあ、それだけで体に必要な栄養素を取るのって難しいみたいなんですよ。なので僕は今サプリもですね取るようにしています。まあ、サプリもですね、まあ、本当にいろいろあるんで、まあ、どれがいいのかとか、まあ、価格もまちまちなんで何とも言えないと思います。あと栄養素に関して自分は何が足りてないかっていうのは調べることができるんですよ。まあ、それで足りてないものだけを補うっていうのがね一番いいと思います。僕はねアイハーブっていうところで、サプリを購入してるんですけども、まあ、男性が不足しがちな、まあ、栄養素をですね補充できる、まあ、サプリ、まあ、1錠飲んだら大体1日に必要な栄養素っていうのがね補充できるものと、あと僕はね調べたらマグネシウムとかカルシウムがね結構不足してるみたいだったので、まあ、それを補うためのサプリもですね今入れてます。まあこれは今まだ実験中なので完全に皆さんにねおすすめするってわけじゃないんですけども、まあ、ただね今のとこすごく調子はいいので、うん、まあサプリでですね頼れるとこは頼っちゃってもいいんじゃないかなと僕は思いますね。はい、まあ、正直ね、もう栄養とか健康とかってなってくるともう多分ものすごい知識が必要になってくるので、まあこれはね、まあ興味がある人は自分で調べてみる方がいいと思います。僕もまだ始めたばっかりですし、知識といったらもう足らないことばっかりなので、まあ、偏った知識もあると思いますし、まあ、とはいえですね、まあ、自分の体で実験しながらですね自分に合うものをね探していっています。まあ、健康ってやっぱりかけがえのないものなので、まあ、意識してやっていくことはね大事なんじゃないかなと思います。まあ、僕はフリーランスで、まあ、今後もやっていく予定なので、まあ、生涯現役で働く予定なんですね。まあ、なので70、80になってもですね元気な体で働けたらいいなと思っているので、今からですね健康は意識しております。まあ、とはいえですねやっぱりこの気にし始めたら何にも食べれなくなっちゃうんで、それはねやめた方がいいと思います。もう好きなものね、美味しいと思えるものはね食べた方がいいと思いますし、まあストレスない程度にですね健康を意識すれば僕はいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただね最近僕やっぱり糖質もね抑えてるんですよ。お米をね玄米に変えたりとかもしてるので、まあ少しずつ意識を変えているっていう感じでございます。まあそんな話もですね皆さん興味ありましたらねリクエスト欄にねぜひ書いてください。僕が今ある知識でお話できることがあればねお話していきたいと思います。はい、そんなわけで本日もねご視聴ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃいましたけど、もしね参考になりましたらねグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、Twitter、Instagram もやってますのでね気軽にフォローしてください。ぜひねリクエスト、今回のコメント、もし、ね、皆さんのおすすめのアイテムなんかもねございましたらぜひコメント欄にね残していただければと思います。そしてはいはい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。いやでも本当にね調子いいんですよね。まあ皆さんが健康で幸せな毎日は送れますように。はい。